キャプテンフレデリック・ジョン・ウォーカーは、イギリス海軍士官。第二次世界大戦中、大西洋の戦いを通じて、最も成功した、対戦戦士機関の一人である。同盟のウィスキーに習い、ジョニー・ウォーカーの名で知られた。ジョン・ウォーカーは、イギリスの港湾都市、デボン州プリマスにて、フレデリック・マレーとルーシー・セライナ・ウォーカーの子として、生まれた。彼は、デボン州。 ダー・トマスの海軍兵学校に進み、優秀な成績を収める。最初の勤務は、土球戦艦、エイジャックスの士官候補生として、1916年にマーメイドの、1917年にシェパードンの、中尉として乗船した。第一次世界大戦の終結に伴い、ウォーカーは、クイーン・エリザベス級戦艦バリアントへと向かった。 ジェシカアイリーン・ライダー・ストバートと結婚し、3人の子供を設けた。戦艦機、ウォーカーは対戦戦を自らの専門分野とした。1924年同セット州ポートランドにて設立されたの対戦学校 HMS をスプレーのコースに入港する。ウォーカーはこの携帯の回線におけるエキスパートの一人として、 この分野を専門とするポストにつき、いくつかの主力艦にて従事した。1933年5月、彼は中佐に昇進し、第一次世界大戦中に建造された駆逐艦しかりを担当した。1933年12月、ウォーカーは中国艦隊所属のショアハム級スループファルマスを指揮。1937年4月、 ウォーカーは、HMS オスプレイの司令官になった。1939年の第二次世界、大戦勃発時、ウォーカーは、軍人としてのキャリアを得るかに思われた。中佐から大佐への昇進を断念し、実際に、早期退役を待つ身であった。しかし、1940年に退役までの猶予が、与えられると、サーバートラムラム勢中将下の参謀長に命ぜされた。 しかし、大西洋の戦いにおいて不可欠である対戦線についての専門知識を持ち合わせているにもかかわらず、ウォーカーは指揮権を与えられないままだった。彼のその任官中、イギリス海外派遣軍、ビフのフランスからダンケルクでの撤退作戦が行われた。33万人のイギリス軍、フランス軍将兵のイギリスへの救出をもって、その撤退作戦は、 奇跡的に成功した。その撤退作戦での業績により、メンシェンドインディスパッチズを授かる。1941年10月、ウォーカーは指揮権を授かると、第36号英軍を、ビターン級、スループストークから指揮を取った。この後英軍は2隻のスループと6隻のコルベットから、なり、ウェスタンアプローチ管区司令部のあるリバプールを拠点とした。はじめ、主に、 ジブラルタルを往来する5層船団を護衛する任務に就いた。U ボートの脅威に対する彼の革新的な戦術が初めて試されたのは32隻で構成された HG76 船団を護衛した時であった。12月19日、その航路の間、5隻の U ボートのうち U-574 を含む4隻は ウォーカーのグループによる爆雷と激突により沈められた。HG76 戦団護衛におけるイギリス海軍の損失は、護衛空母オーダーシティ、駆逐艦、スタンレート2隻の商戦であった。この戦闘は大西洋の戦いにおける輸送戦団の初の勝利とされる。1942年1月6日、こと公勲章を受訓する。 恐るべき敵からの攻撃にさらされた、我が国にとって、貴重な護送船団を護衛し、その間、我らの部隊により彼らの潜水艦と航空機を、破壊した、その勇気、手腕、そして決断力、4ダーリング、スキルディターミネーションホワイルエスコーティング country,、2ディスカントリー、A バリアブルコンボイインザフェイスオブリレントレスアタックス、フロムザエネミー、 デューリングウィッチ3オブゼアサブマリンズワーサンクツーアクラフトデストロイドバイアワーフォーセスがその理由であった。彼の霊下であった第36軍はさらに少なくとも3隻の U ボートを沈めることに成功した。1942年7月、彼の DSO に最初の戦勝を与えられた。スループスターリング1942年。 ウォーカーはいつか彼が療養することを認めていた第36護衛軍を離れ、リバプール駆逐隊指揮官となる。1943年、彼は最終的に6隻のスループ型砲艦からなる、第2支援軍の指揮官となり、戦団指揮官として復帰する。ウォーカーは新型のブラックスワン級スループスターリングから指揮を取った。 この支援軍は戦団を護衛することで行動を制限されるというよりも戦団の対戦能力の強化を目的としていた。ウォーカーはウェスタガプローチ管区司令長官マックス・ホートン大将にその革新的な新戦術を提案していた。ウォーカーのようなカリスマ性のある対戦戦のスペシャリストとその下の部隊との連携は強い力となった。基地への帰還時に 戦場の単の異性スピーカーで、A ハンティング・ウィー・ウィルゴを演奏したという逸話があり、彼のカリスマ性の現れともされる。ナイン型 U ボート X 型 U ボート1943年6月、ウォーカーは、自らの駆逐艦スターリングによって、2隻の U ボートを沈没させる行を奏する。6月2日、U-202 を爆雷及び砲撃により、6月24日、 U-119 を対戦爆雷及び激突により沈めたのである。同日、同部隊は U-449 を沈めている。ウォーカーが編み出した最も成功した戦術の一つとして、クリーピング攻撃が挙げられる。攻撃中 U ボートとの接敵を保つために遺跡の艦船が共に任務に当たる。これを改善したものとして、爆雷弾幕攻撃がある。 これは3隻以上のスループが直線上に並び、対戦爆雷を発射し、集中攻撃を与え、不評前方を対表にて、弾幕砲撃する戦法に類似した方法により、攻撃する。7月30日、ウォーカーの部隊は、ビスケーワンを、浮上航行中の3隻の U ボートに遭遇する。うち2隻は、ミルヒクーと呼ばれた、補給用潜水艦、14型であった。 彼が、全艦追撃の信号を掲げると、彼の部隊はそれを攻撃し、損害を与え、その潜水を防いだ。14型 U-462-9C40 型 U-504 の2隻は、ウォーカーの部隊により、14型 U-461 は、オーストラリア空軍ショートサンダーランド飛行艇により、沈められた。 ウォーカーがリバプールへ帰還すると、潜水艦パルティアンが地中海にて1943年8月に、喪失彼の息子であったティモシーが同時に戦死したことを知らされた。1943年9月14日、バス勲章を受賞する。大西洋の戦いにおける対戦線において、駆逐艦スターリングの指揮をした、祭のリーダーシップ、そして勇気、 その理由である1943年11月6日、ウォーカーの部隊は U-226 と U-842 を沈める。1944年前半、ウォーカーの部隊はその効率の良さを1回の紹介中に6隻の U ボートを沈めることによって示す。1944年1月31日、 ウォーカーの舞台は U-592 を沈め、その年初めての敵艦の撃沈となった。2月9日、彼の舞台は U-762、U-238 及び U-734 を一航戦中に沈める。さらに、2月11日に U-424 を、2月19日に U-264 を沈める。 1944年2月20日、ウォーカーの部隊の一席であるウッドペッカーが魚雷攻撃を受け、その7日後、本国への栄光中に沈没し、船員は全員救出された。彼らは市民と海軍本部からの興奮と歓喜と共に、彼らのリバープールの基地へ帰還した。アルバート・ビクター・アレクサンダー第一海軍卿は、ウォーカーたちを歓迎した。 ウォーカーは大佐に昇級し、DSO に2個目となる、戦勝を受訓する。3月、ウォーカーの部隊は、レンドリースポーにより、ソ連海軍へ対応されるために、ロシアへと向かうアメリカ海軍系巡洋艦、ミルウォーキーの護衛に当たった。その往路にて、ウォーカーの部隊は2隻の U ボートを撃沈し、袋にて3隻目を撃沈させた。ウォーカーの最後の任務は、 D-Day にてフランスへ上陸戦とする連合国船団を u ーボートから守ることであった。その2週間、彼は指揮官として成功した。ウォーカーによる船団は一隻の u ーボートも見逃さず、多くの敵艦を沈没内しは破損させた。ウォーカー・レイカのこの一致協力した遂行の間、彼の任務への献身は凄まじいものであった。休む間もない任務を遂行し、 その激務は彼の死へと大きくつながる。1944年6月13日、その DSO に対し3個目の戦勝を、1944年6月20日、再び MID を賜物もの組みされる。1944年7月7日、ウォーカーは脳梗塞を発症する。その2日後、 マージーサイド州、シーフォースの海軍病院にて48歳で死去。その死は、激務と過度の疲労によるものであるとされる。葬儀は、リバプール大聖堂にて執り行われ、約1000人の者が参列した。海軍将兵たちが並ぶ葬列は、リバプールの街路を抜け、ドックへと進んだ。棺は、 フチク艦ヘスペルスに乗船し、彼のその最後の航路にて水槽に付された。1944年8月1日、先の名誉に対し、メンションインディスパッチズが授けられた。マージー川沿いピアヘッドに立つフレデリック・ジョン・ウォーカーの、ゾウ・ウォーカーは、大西洋の戦いにおいて、他のイギリス海軍及び連合国海軍指揮官より、多くの U ボートを沈めた。その手腕は、 大西洋の戦いにおける勝利への助けとなり、先の大戦において、最も重要な指揮官の一人となった。1998年、リバプール彫刻家、トム・マーフィーによる、典型的なポーズを取ったジョニー・ウォーカー大佐の像は、エディンバラ校フィリップによって、リバプールマージー川沿いのピアヘッドにいて公開された。この像のための運動は、キャプテン・ウォーカー同窓協会によって開始された。 2003年、この教会のメンバーは、大西洋の戦いの勝利の60周年記念日にて、彼らの領有を祝うために、リバプールで集まった。ジョニー・ウォーカーの孫、パトリック・ウォーカーもまた、イギリス海軍にて勤務している。皮肉にも、彼は、潜水艦乗り民として第一潜水戦隊の大佐の地位にまで昇級した。パトリックは、 ウォーカー大佐及び彼に奉仕したものに捧げられたキャプテンウォーカー同窓協会の会長であるという。ありがとうございます。